岡山駅前ご通行中の皆様、私どもは日本維新の会でございます。現在、日本と日本人を貶めている河野洋平官房長官談話を見直すという機運が高まってきております。産経新聞等の世論調査では、58% 以上の方が河野談話を見直すべきだということを回答しておられます。大事なことは、河野談話の内容、いわゆる従軍慰安に関する強制性の有無、従軍慰安ということが本当に存在したのかどうかということの真実を明らかにすることであります。中身が注目されるのであります。元慰安婦の方々の聞き取り調査と、日韓両国政府で交わされた外交連邦、日本維新の会、山田博志衆議院議員が2月20日に衆議院予算委員会で質問をいたしました。参考人として出席された1993年当時の事務方のトップ、石原信夫元官房副長官に質問し、談話の元となった元慰安婦16人の聞き取り調査について、事実関係の裏付けは一切行われていない、女性たちを強制的に慰安婦に従事させるというためのこの公的な文書は一切発見できなかったと証言を得ました。これは河野談話の元となったこのずさんな調査が明らかとなり、これを受け、菅官房長官は聞き取り調査の再検証について検証するということを語ったところ、韓国政府より両国関係の基礎となっていた正しい歴史認識の根幹を崩すことに他ならないと猛反発をしています。しかし、少し考えていただきたいと思います。そんな依存は通用するわけがありません。河野談話の作成や発表にあたって韓国側から強い要請があったことはすでに報じられております。聞き取り調査の調査報告書など再検証する石原元内閣官房副長官以外にも、当時の関係者を国会に招致し、しっかりとその事実について、経緯について語っていただき、そのことから私たちは始めなければならないと思っております。しかし、それを実現するためには、世論の後押しが必要であります。国民世論が河野談話の見直しを求める、その声を上げていただく、そのことからまず始めなければなりません。ただいま、私たちの同志が街頭におきまして、チラシを配布し、河野談話のその内容について、再検証について、どうか皆様方のご理解をいただきたいと思います。そしてどうか国会請願書名にご署名をいただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。残念ながら、この河野談話を元として、今、日本人の子弟が海外においても、国内においても、あたかも犯罪者の子弟、君たちの祖先は犯罪者であるというレッテル派で、それが原因でいじめにあったり、自己嫌悪に陥っている、萎縮しているという事実があります。このままでは私たちの子孫はいついつまでも犯罪者の子供である、そのようなレッテルを払い続け、阻害され、いじめに遭う、そのようなことを私たちは断固として過ごすことはできません。事実をはっきりさせる、そのことに何の問題があるのでしょうか。私たち日本維新の会は河野談話を乱す署名活動を展開しております。日本の未来に、日本の誇りに大きな影を落としている、それは河野談話でございます。どうか皆様方、しばし足を止めていただき、チラシをお取りいただき、どうぞ署名にご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。赤磐市市議会議員佐々木裕二さん、応援に駆けつけていただきました。ここでご挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いをいたします。皆さんこんにちは。お隣赤磐市からお邪魔をしました赤磐市議会議員佐々木裕二でございます。本日は日本維新の会、が皆様方に河野談話の見直しを求める、この活動をするということでございまして、応援に駆けつけさせていただきました。私自身もこの赤磐市の3月定例議会におきまして、発議第2号河野談話の見直しを求め、新たなる、政府の談話を求める意見発議を赤磐市議会、発議をさせていただきました。残念ながらこの発議は多数の議員に反対され、意見採択とはならなかったわけでございますけども、このような、いわゆるなかったことに対してあったかのように言われ、特にアメリカグレンデールというようなところでは実際に子どもがいじめに遭うというような実害が出ているわけであります。もしかしたら私たちの赤磐市民が外国に行った時に日本人だからという理由によっていじめに遭うかもしれない、変な目で見られるかもしれない、そういったことを考えましたら、議会といたしまして市民を守るその責任において国に対して見直しを求めるというのは当然のことであったわけであります。日本維新の会、私も懇意にさせていただいております山田博志衆議院議員でございますが、石原、副官房長官に、おいでいただいて、その質問をさせていただいた中で、数々の、いわゆる間違い、事実無根というような内容が出てまいりました。皆さん、この河野談話をなぜ見直さなければならないのか申し上げますと、いわゆるこの河野談話が本当にあったことならば、私たちはその内容について真摯に受け止め、国民全てがこの内容を真摯に受け止めてですね、やっぱり反省するべきところは反省していかなければならない。しかし私たちの言われていることが事実にないのであれば、なんでそんなことを言うんですか、多くの日本国民が困っていますよ、これを世界中の人たちに聞いていただかなければいけませんし、その責任が政府、国家にあるわけであります。その観点に基づきまして、私たちは多くの皆様方に知っていただきたい、そして皆様方のご意思をご一筆という形に変えていただいて、政府にこの内容についてあったのかなかったのか、もう一度はっきりと検証してくださいよ、この声を申し入れていかなければならない、そのような考えで本日、こうやって皆様方にご署名のお願いに上がらせていただいているわけでございます。実は私の友人でもあり同志でもあります衆議院議員中丸博史、日本維新の会衆議院議員代議士でございますが、この代議士が昨年年末グレンデール市に訪問させていただいて、いわゆる従軍慰安婦像というものを視察させていただきました。その中で20万人の韓国人の女性たちが日本軍によって強制的に拉致連行され、性的な奴隷として働かされたんだというような碑文が刻まれているわけであります。事実そういったことがなかったということは、数々の証言によってまたは証拠によって裏付けが取られているわけでありますけども、しかしそこには間違いなく碑文が刻まれているわけであります。そしてその碑文によって多くの日本人たちが日本人だからという理由によって白い目で見られ、子供に至りましては給食にゴミを入れられる、ぶつかられる、そういうような虐待いじめに日本人だからということであっているような、そういう実害が出ているんです。であれば、なんでそんなことが起こっているんですか、どうしてそんな碑文が立ったんですか、慰安婦像というものが立ったんですか聞きますと、いわゆる米国の2006年に、行われた下院議員外交委員会121号という議決があるんですが、この121号に基づいて行われているということであります。この121号の議決というものは何であるのかと言いましたら、マイク・ホンダさんという下院議員が、外交委員会にお出しになられた日本におけるいわゆる人権侵害、これを糾弾する、その発議であるわけでありますけども、なんでそういうようなことが下院議員で行われたのか、中丸博文衆議院議員の事務所の方が直接インタビューされたとのことであります。そういたしましたら、その時に出てきた言葉は、だってミスター、あなたの国のプライムミニスター、いわゆる総理大臣が韓国に対してこのことについては謝罪しているではないか、そしてあなたの国のミスター河野がそれを認めているじゃないか、だから私たちはそれに基づいて121号というものを議決したんですよということなんです。つまり私たちのこの日本人がロサンゼルスやグレンデールというようなところでいじめに遭う、そして日本人だからというようなことで白い目で見られる、このことの根拠というのはやっぱり河野談話というものに結びついていくわけなんです。だからこの河野談話が本当ならば私たちはそれは甘んじて受けなければいけません。しかしもし違うのであれば、どうして私たちは違うことでこんなに辛い思いを日本人だからということでしなければいけないのですか。これをやっぱり国に対して政府に対して申し入れを行っていかなければなりません。続きまして、女性の立場から皆様方にお訴えをさせていただきたいと思います。私たちは日本維新の会、ただいま河野談話を見直すための国会署名活動を展開しております。どうかしばし足を止めていただき、ビラを受け取っていただきまして、河野談話を見直す、要求する署名活動にご協力をいただければと存じます。今日は皆様方に河野談話見直しの署名のご協力をお願いいたしております。河野談話のことは皆さんご存知だと思いますが、河野洋平氏が出した談話が大変今問題になっております。そして、昨日のことですが、羽生選手が、世界選手権で金メダルを取りました。それから町田選手がまた2位に銀メダルを取りましたですね。彼らはこれから本当に世界に打って出る選手でございます。また真央ちゃんも今日、フリーの演技がございます。その中で皆さん本当に特に男の選手の方々はもう私が見てますと本当にこう日本武士のようなとても素敵な笑顔なんですが、彼らが世界に出た場合、この河野談話によって貶められていることが絶対になってはならないと思うんです。そして私たちの、現在生きている私たちと、それからその未来、私の子供もおりますが、子供とか、そしてまだ生まれてない子孫たちがこの談話によって本当にこう貶められるということがあっていいものでしょうか。もしこれが本当ならば、私たちは日本国民として謝るべきでしょうが、これは本当に捏造でございます。インターネットでもそういうふうに検索していただければ分かりますし、また今日私たちの同志が配っておりますビラを見ていただきましたならば、それが本当に捏造であるということが分かっていただけると思います。皆様の今本当に政府はなかなかこの河野談話を見直すということが大変難しくて、中国、韓国だけではなくアメリカの反対も受けまして、本当にそれができない状態でございます。皆様のお力をお借りいたしまして、一人一人のお力でこの署名活動に協力いたしていただけましたならば、本当にその日本の誇りと、それから名誉が守られます。どうぞ皆様方、本当にこう従軍やんとかこう署名しにくいものだと思いますけれども、皆様のお孫さんたちとか子供さんたち、そして自分たち、まだまだ生まれてきてない子供たちのために、どうぞ署名にご協力いただきまして、この河野談話見直しを本当に国民の力でやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私の知り合いの高校の先生のお母様は今98歳でございますが、以前に関東軍の関東軍の病院で看護婦を3年やっておられました。でその方が教科書で、その方高校の先生なので教科書の「従軍慰安婦」というものを見ましてね、もう激怒されたそうです。そしてそのお母様が言われたことは、従軍とつけば軍属であると、軍属であればその靖国神社に祀られる。しかしそれは、しかしというか従軍とつけば従軍カメラマンとか従軍看護部というのがあるけれども、従軍慰安婦などというものはいないというふうにはっきり言われたそうです。そしてもし従軍慰安婦なれば靖国に祀られる、そんな慰安婦がいるかと言って激怒したそうです。そして高校の生徒さんにきっちりと教えるようにと、その方は言及されたそうでございます。そういうふうに本当に従軍慰安婦というのは間違いなんですね。どうぞ皆様そこのところを理解していただきまして、今同志が配っております裏にそれは詳しく書いてありますので読んでいただきましてね、これからの日本の名誉の、日本人の名誉のためにどうぞ署名していただきますように、どうぞお願いいたします。ただいまは女性の立場から河野談話の見直しがなぜ必要なのかをお伝えさせていただきました。若い人たちもこの問題について大きな関心を持っています。その若い世代を代表して、これから若い青年に皆様に街頭からお伝えをさせていただきたいと思います。ご紹介に預かりました、若市の代表ということで、今回、日本維新の会はですね、河野談話の見直しのために、このような署名活動を行っているわけであります。この河野談話というのはですね、本当に事実無根でありまして、河野談話によって我が国国民の名誉、そして誇りというものは深く傷つけられ、これ100歩譲ってですね、この河野談話の内容というものが本当なのであるのであれば、それを前提として、これからも歩み続けるということはできるのかもしれません。しかしですね、我が国の先祖は全員犯罪者であったと、そのことによって我が国の名誉は傷つけられているのであります。無実の罪によって誇りを傷つけられているのであります。これはもう言語道断であります。愛国心と聞いたらですね、なかなか拒否反応を示される方もいらっしゃいますが、この愛国心、自然と湧き出る愛国心というものは絶対に必要なのであります。その愛国心をみすみす国家によって愛国心をなくさせようとしている、これはもう全く言語道断であります。そして誇りであったり名誉であったり、かなりヒステリックでセンチメンタルなものだけで物事を語っているのではないかと指摘をされる方も多々いらっしゃいます。しかしですね、そんなセンチメンタルな気持ちだけでこの河野談話の見直しを要求しているのではありません。日本国民として誇りを持つこと、これは非常に大事なことなんです。日本国民としての誇りなくして、日本人として全員が力を合わせて連帯して国家のために、いや国家のためというのは最終的な個人のためなんですが、最終的な目標のために歩み続けなければならないのですが、しかし本来はですね、日本人は日本人としての誇りを持って、高齢者も若者も対峙するような存在ではありません。日本人としての誇りを持って助け合って相互扶助をしていくことによって、今まで我が国はさまざまな国難に立ち向かってまいりました。その日本人としての誇りを持たずして今後の国難に立ち向かうことはできません。その相互扶助、助け合い、そのような日本人としての精神というものを全て削いでしまっているのがこの河野談話なのであります。この河野談話を撤回することなくして、日本人が全員力を合わせて国難に立ち向かっていくことを、国難に立ち向かうということは絶対にできないのであります。だからこそ河野談話を今すぐ撤回し、日本人が力を合わせて、国難に立ち向かわなければならないと考えております。若い世代も今この河野談話の継承について深い憂慮と危機感を覚えています。私たちの子孫の子どもたちの未来が未来永劫他国に従属し、いついつまでも貶められている、そのような世界に私たち日本は置かれそうになっております。今この河野談話をはじめとする歴史問題に真正面から取り組み、いわれなき誹謗中傷に対しては断固とした事実をもって反論を行い、正しい私たちの祖先の歴史を継承する、そのことを始めなければなりません。現在外国におきましてはディスカウントジャパン、ディスカウントジャパンと称し、国を挙げて外国で事実に基づかない日本に対するさまざまな誹謗中傷が行われております。お隣の国は慰安婦問題をはじめとして告げ口外交を展開しております。そのため米国内弁令ル市その他の都市におきまして慰安婦の像が建築される、そのような事態になってきております。どうもお世話になります。そのような中、日本人の子どもたちが学校やさまざまな場所で日本人であるからというその理由でいじめにあったり、さまざまな迫害にあっている、そのようなことが事実として起こっています。これは全て日本が悪いことをした、日本が恥ずべき国家である、日本という民族はとんでもない非道な民族であるということを諸外国に訴え続けている、そのことを真に受けた人たちの行為であります。これでは日本人は日本人であるというだけで外国からそしられ迫害される、そのような未来になりかねない。私たちは今ここで断固としてその悪い循環を断ち切り、日本の子どもたちが胸を張って諸外国で国際舞台で大いに活躍できる、日本人が日本人であることに誇りと自信を持って生きていくことができる、そのような社会にしてまいらなければならない。そのためにはまず河野談話というものがその元凶となっている河野談話というものを今一度再検証し見直し、真実は一体何であったということをしっかりと検証する必要があります。ただいま街頭におきまして慰安婦問題に関する河野談話についてのチラシの配布、街頭署名活動を開始しております。どうかご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。この慰安婦問題というものはありがとうございます。お勤めに足を止めていただいてのご支援のご協力ありがとうございます。国際的に強制連行を認めたかのような河野談話。先日国会において日本維新の会の山田博志衆議院議員の質問に対し、元官房副長官でありました石原信夫氏が回答をいたしました。今頃になってなぜ従軍慰安婦の問題が、しかも韓国の市場では20万人もの韓国の女性が日本軍によって強制拉致連行され強姦されたというとんでもない話がなぜ今頃問題なのかというその基礎について山田博議員は質問をいたしました。その基礎は河野官房長官談話にある。当時石原官房副長官はその実務に携わっておられました。どのような調査をしたのか、どのような証言があったのか、韓国はどのような主張をしたのか質問をいたしました。石原副長官は答えていわく、実は16人の元従軍四男と称する人から確かにヒアリングをした。しかしその人たちは韓国側が人選した人たちであって、彼らの誠意を信用してその人々のヒアリングを行ったが、その証言について一切根拠は正しいかどうか調べていない、そのようなことを調べるような雰囲気ではなかった。調べたところ、強制連行という事実について一切文書証拠なるものはなかったが、しかし韓国側がこのような証言を彼女らの名誉のために認めてくれれば、日韓の関係が将来この問題は二度とないであろうという暗にそういう主張があって、この官房長官談話が発出されたというふうに推定されるというふうにおっしゃいました。政府が先日、この石原官房長官の談話の基礎になっている従軍慰安婦の証言を検証すると、ようやく回答いたしました。我々はそれを支持します。断固としてこの証言を検証し、このデタラメを白日のもとに暴かなければなりません。皆さん、なぜ今頃この問題が起こるか、それは戦後30数年、このような軍のあるところ、戦場のセックスという問題はどこの軍にもあったということは世界中の人が理解していたからであります。日本軍のみならずアメリカ軍、あるいは古くはナポレオンの時代においてさえ、戦場の軍隊についていく売春婦の群れは、これは小説をはじめいろいろ文学の題材になるほど事実でありました。しかし問題はそのようなことではなくて、なぜ今、我々日本人がそのような汚名を着せられるかということであります。時間が経つにつれ、人々の記憶は薄れ、そのような事実があったということを忘れ去られていき、そして朝鮮の人々が主張する20万人に及ぶような拉致連行があったという、そのようなプロパガンダが今や世界中を、日本を貶めるためのプロパガンダが世界中を席巻しているわけであります。明治時代の偉人である伊藤博文を暗殺した安重根を彼らの英雄としてあろうことか、その犯行の現場であるハルピンの駅頭に16人依頼してその記念室をついに作らせました。皆さん、安重根なる男は我が伊藤博文公を暗殺した犯罪人であります。官房長官は正しく彼らは犯罪人である、国会において回答しています。韓国人が安重根をどのように評価しようと、それは彼らの勝手でありましょう。しかしそれをあろうことが中国政府をしてそそのかし、中国政府もまた反日という共通の利益のためにこの犯罪人を検証する慰霊室を建設した、国際的に非常識強なる行為をとっているわけであります。僕の岡山の駅頭で皆さん方にお願いをしております。どうか今皆さん方にお配りしているチラシをお読みになり、またこの河野談話の内容についてご理解をいただき、ぜひこれを見直し、その韓国人の買収たちの証言を検証し、これが事実に基づかないということを悪実のもとにさらし、我々の名誉を回復するためのこの運動にどうぞご協力をよろしくお願いいたします。この問題を蒸し返し、日本人の人の朝につけ込んで、我々の名誉、我々だけの名誉ではなくて、我々の子供や孫たちの名誉をも汚そうとする、このとんでもない捏造話を何としても粉砕しなければなりません。この従軍慰安婦の問題は、もともと吉田誠二という男が最終党で何百人もの女を駆り出し、連行し、収容所に送ったというとんでもない与太話から始まっているわけであります。吉田誠二は後にこの話はでたらめであったということを「週刊新潮」のインタビューにおいて認めております。その理由はただ一つ、本というものは面白くなければ売れないんだ、彼はこう公言しました。売れるためにありもしない事実を書いたのがこの吉田誠二の強制連行の話でありました。あろうことか朝日新聞はこのうちこの小説と言えないようなこの物語を新聞紙上で取り上げ、あたかも事実であったように報道したわけであります。後にこの朝鮮慰安婦の問題を精力的に報道した朝日新聞の記者は、実はその夫人の母親は日本政府を相手取って損害賠償の請求を起こしている、その裁判を起こしている人であったということが明らかになりました。つまり自分の身内のその捏造話を朝日新聞の記事として持ち込み、日本の国内中に広めたわけであります。皆さん、全てはこの吉田誠二なる男の与太話と、それを取り上げた朝日新聞の記事から全てを発出しております。どうか今皆さん方にお配りしているチラシをよくお読みいただき、この河野官房長官談話に至るこの問題の根っこがどこにあるかということをお考えいただき、ぜひ国会において、あるいは日本政府の責任において、この官房長官談話の根拠たる従軍慰安婦と称する朝鮮人売春婦たちの証言の根拠を今一度徹底的に調べ上げ、我々の父祖の名誉を継いでいきたいというふうに考えます。どうか皆さん、お忙しいところ誠に恐縮です。足をお止めして恐縮ですが、この署名活動に何卒皆様方のご理解とご協力を心よりお願いいたします。では、ただいまをもちまして日本維新の会河野談話の撤回を求める街頭署名活動並びにチラシの配布活動を終了させていただきます。岡山市東口ビッグカメラ前をお借りいたしましての街頭活動、これで終了とさせていただきます。皆様方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。